に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。こんにちは、こんにちは、ハニーです。今日は日本の教科書にも載るほどとっても有名な曲をご紹介します。何かで一番になることってすごいことですが、一番にこだわりすぎずにその過程や自分の満足度に焦点を当ててみることも大切ですよね。今日も私と一緒に楽しく日本語を学びましょう。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。花屋の店先に並んだいろんな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけど、どれもみんな綺麗だね。この中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うその中で一番になりたがる。そうさ、僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。困ったように笑いながらずっと迷っている人がいる。頑張って咲いた花はどれも綺麗だから仕方ないね。やっと店から出てきたその人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれど、あの日僕に笑顔をくれた。誰も気づかないような場所で咲いていた花のように。そうさ、僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。小さい花や大きい花、一つとして同じものはないから。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。日々の生活で思い通りにできなかったり辛いことがあった時は、ぜひこの曲を聴いてみてください。心がきっと軽くなると思います。今日もお疲れ様でした。バイバーイ。一番だなんて争うこともしないで、バケツの中誇らしげにちゃんと胸を張っている。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのにその中で一
一番になりたがる。そうさ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。